大手のスポーツメディアから中日ドラゴンズのプロスペクトランキングトップ5が発表されました。中日ドラゴンズの未来のスター候補5選手について見ていきたいと思います。プロスペクトランキング第5位が石垣雅美選手。石垣選手はついに来シーズン高卒8年目ということで、もう若手というような域ではなくなってきました。まあ、ただここまで一軍でまとまった成績を残したシーズンというのがありません。 若手選手の台頭、そして新人選手の獲得により、チーム内の序列っていうのが現状は低下してしまっている状況です。そういった背景もありまして、現役ドラフト候補にも名前がたくさん上がっていたんですけれども、なんとか残留ということになっています。この石垣選手は、まあ、実は守備が売りの選手で荒木元コーチであったり、土の上コーチが守備力を絶賛しているということで、本当にラストチャンスの来シーズン活躍を期待したいと思います。 石垣選手の2023年の成績ですけれども、1軍では22試合の出場で、打率が0割8分7輪、ホームランなし、出塁率1割6分、OPS247 と、全く結果を残すことができませんでした。スタメン出場の機会っていうのも結構少なくて、まあ、かなり限定的な機会の中で苦しんだというような印象があります。一方、2軍では66試合出場して、2割8分4輪、ホームランが4本、出塁率3割3分、OPS747 という成績を残しています。 2023年に関しても、やっぱり2軍ではしっかり成績残すけれども、1軍の壁を破りきれないと、そういったシーズンになってしまいました。石垣選手に最も期待することは、やっぱりキャンプから猛アピールしてもらうことですね。来シーズンに向けて石垣選手は絶対にセカンドのレギュラーを取ると、ように力強く宣言しています。そのために、勝負できる、自信を持てるバッティングの形っていうのを現在模索していると。ただ、 キャンプの時点でもうすでに崖っぷちで2軍キャンプスタートの可能性もかなり高いというような状況ですから、実戦で与えられる機会っていうのは相当少ないと、まあ、その限られた機会でしっかりと結果を残していくということが、レギュラー取りにおいてものすごく重要になってきます。では続いてプロスペクトランキング第4位見ていきましょう。第4位はブライトケンタ選手です。 大卒1年目の2022年は故障なんかもありまして、ドラフト1位で入団されたんですけれども、2軍でも打率が1割強ということで、まあ、相当苦しみました。まあ、そういったこともありまして、相当な危機感を持って、2023年のシーズンに入っていきます。キャンプでも声に、成績に猛アピールをして、2軍キャンプスタートだったんですけれども、その猛アピールによって、開幕1軍を滑り込みで勝ち取るというような形になりました。 まあ、そして最初は相当一軍でも苦しみましたけれども、ある程度は戦えるという姿も見せまして、まあ、現状、若手の野手の中では最も期待できる選手の一人といっても過言ではないと思います。ブライトケンタ選手の成績、振り返っていきます。一軍では33試合の出場、打率が2割4分1厘、ホームランなし、出類率3割2分3厘、OPS633 という成績になっています。 スタメン起用の時は、かなりいい成績も残っておりまして、まあ、代打で相当苦戦しましたけれども、一軍でも戦えるというような成績が残りました。そして二軍での成績、57試合に出場して、打率が3割9リンホームラン7本、出塁率3割9分8厘、OPS886 と、抜群の成績が残っています。そしてフェニックスリーグでもチームトップ、OPS0.9 超えの成績ということで、もう二軍レベルでは敵なしという感じで、あとは一軍でどれだけ活躍できるかというところです。 ライバルが多数になってきましたけれども、なんとか超えていってほしいところですね。来シーズンに向けてブライト・ケンタ選手は、レギュラーを取る上で順調なステップを踏むことができているというふうに、まあ、かなり自信、手応えを語っています。まあ、ただですね、レフトのレギュラー候補は、ウェーバース選手、ティッカーソン選手、そして大島選手と、ライバルはかなり多くなっています。 まさに覚醒寸前で、出場機会さえ与えられれば、もう活躍していきそうな感じではあるんですけれども、やっぱりディッカーソン選手も加入して、ライバルも増えてきたというところですね。あとはどれだけ出場機会を得られるか、ここがものすごく重要になってきますので、立浪監督にどれだけアピールできるか、ここに注目していきたいと思います。では続いて、プロスペクト第3位。プロスペクト第3位は中地麗也投手です。 中地投手は大卒のピッチャーなんですけれども、立浪監督が YouTube の動画を見たときに、マウンド度胸がかなりいいぞという部分ですね、とても高く評価しまして、ドラフト1位で指名されたというふうに報道が出ています。プロに入ってから序盤は2軍でも結構苦戦して打たれるというようなケースも目立ったんですけれども、なんとか対応して1軍に昇格というような形になりました。 1>, 1年目から大活躍とまではいかなかったですけれども、2勝をしっかりと上げていますし、柳投手であったり、大野雄大投手の1年目の成績を上回る成績を残すことができたということで、1年目としてはまずまずというような成績になりました1年目の成績ですけれども、1軍では9試合の登板で防御率が4.98、2勝5敗。 43.1イニングで、よし二2 5個、脱三振率7.68、被打率2割4分8厘ということで、やっぱりフォアボールちょっと多いなという印象で、被、ま、打、あ、率も高いので、防御率もおのずと高くなってしまっていると。2軍の成績を見ても、防御率としては3.65と、まあ、まずまず打たれているなという印象ですね。被打率も2割5分8厘。まあ、特にプロに入って序盤打たれてしまったということで、まあ、1軍でも2軍でもやっぱりフォアボールの数がちょっと多いというところに加えて、被打率が高いというところで、まあ、このあたりをなんとか改善のために自分の分 武器っていうのを探っていって、まあ、相手バッターに対して戦っていくとこういったところが重要になってくると思います。なか中と投手は課題の解消に向けて新級種を取得しています。NPB よりもレベルが低いとされるアジアのウィンターリーグで防御率4.80とかなり苦戦をしました。批判打数がチームワーストとなってしまってやっぱり打たれてしまうっていう課題はシーズン中と同様です。 なので、相手を怖がらせるような武器、ストレートであったり、コントロールであったり、変化球であったり、こういったところが欲しいところですね。そこで中地投手は打者のテンポを狂わせるような、柳投手のような110キロほどのスローカーブを習得して、投球の幅を広げるというような取り組みに取り組んでおりまして、ここには進化というところも期待したいですね。では続いて、プロスペクト第2位。プロスペクト第2位が、宇海光介選手です。 鵜飼選手は1年目に3本のホームランを放ちまして、バンテリンでも特大のホームランなんかもあって、まあ、かなり期待されて、フェニックスリーグでも2冠を取って、ブレイクするんじゃないかというふうに期待された2023年のシーズンでした。まあ、ただ、課題である確率面ですね、改善されることなく打率も低かったですし、三振率も高い数値となってしまいました。 ブライト・ケンタ選手が成績を上げて、ディッカーソン選手が加入、そして上林選手も加入と、ライバルも増えている状況で、まあ、なんとか来シーズンは存在感を発揮して、ウカイは4年目このままだとレギュラー取るんじゃないかと、まあ、それぐらいの位置までなんとか3年目地位を確立してほしいなというふうに思います。2年目の成績振り返っていきます。1軍では41試合の出場で1割4分3人ホームランが3本。 数吏率1割7分、OPS423、三振率33%ということで、1年目の成績を下回ってしまったというような数値になりました。やっぱりホームランは出るんですけれども、確率面相当な課題になっています。一方、二軍成績、73試合出場で2割8分7輪、ホームランが7本、38打点。 出塁率3割3分3人 OPS785、三振率22%ということで、まあ、2軍では相当な成績をしっかりと残していますので、まあ、あとは1軍のピッチャーの変化球であったり、まあ、そういったところにどれだけ対応できるかというところですね。鵜飼選手が来シーズンに向けて覚醒の予感が見えてきています。和田コーチと二人三脚で、速いボールに刺されないスイング、これを習得しています。 やっぱりスイング、力強いけれども、どうしても遠回りしてしまうとか、なかなか捉えきれないというところがありますので、このあたりの改善と、ウィンターリーグでは打率2割8分、ホームラン4本、OPS としても970と素晴らしい成績を残しました。動作解析で下半身の大会方の課題を発見したり、バットもヘッドを使えるように改良したり、来シーズンに向けても本気で準備をしていると。 ような感じで覚醒の要素っていうのも結構出てきていますので期待したいと思います。では続いてプロスペクトランキング第1位。第1位はネオアキラ投手です。ネオ投手は2022年のシーズンですね。シーズン中にいきなりピッチャーに転向して、そしていきなり中継ぎで25試合登板して、防御率3.41と素晴らしい成績を残しました。 そして2023年はさらなる飛躍ということで先発転向ということになりまして、開幕からずっと2軍での調整が続きました。まあ、そんな中シーズンの終盤にようやく2軍から1軍に昇格ということになりまして、2試合連続先発登板。 その中で好投を見せまして、来シーズンは大ブレイクが期待されるというようなピッチャーでございます。ネオ投手の成績振り返っていきます。1軍では2試合投げて防御率が0.71ということで,ですね。2試合の中で勝ち星はつきませんでしたけれども、しっかりといい成績を残しています。そして2軍での成績、23試合登板で防御率が3.43、0勝7敗と、まあ、相当負けには苦しんだところではありますけれども、全体的に防御率としては安定した成績にはなっています。 1>, 1軍、2軍にても、被打率は安定した成績ではあるんですけれども、やっぱりフォアボールの数が相当多いというところで、このあたりっていうのが大きな課題になってきますし、ここさえ改善できれば、かなりいい投球というのも期待できると思います。辰波監督の現時点での根オ投手への評価ですけれども、開幕前に2023年ですね、現時点ではローテーションは相当厳しいというふうに評価しまして、2軍スタートとなりました。 そして現時点でも、梅津に若手のピッチャーでは一番期待しているというふうにコメントしておりまして、根、ま、尾、あ、投手に関しましては、ローテーションからはまあちょっと遠いかなというような存在ですね。ローテーション、頭数もま結構揃ってきているという状況ではあります。そして立浪監督は、まずはローテ競争に加わって結果をというふうに語っておりまして、現時点ではローテを争うところから、なんとか這い上がっていくというような状況になっていきますので、ライバル多いですけれども、来シーズン期待したいと思います。以上です。